魔鋼の泉だ。綺麗だな。でも魔鋼エネルギーを使い続けたらこの泉はなくなっちゃうんだよね。誰だよそんなこと言ってるの。パパ、あと村長も言ってるよ。星は大きく、魔鋼は無限な。天然のマテリアだ。マテリアは魔鋼エネルギーが凝縮されたもの。自然の状態でここまでになるには一体どれほどの時間がかかることか。なあ、マテリアがあるとどうして魔法を使えるんだ。お前は本当にソルジャーなのか。マテリアの中には古代種の知識が封じ込められている。星の力を自在に操る知識、その知識が星と我々を結び魔法を呼び出すと言われている。魔法、不思議な力だな。不思議な力なんて非科学的な言い方は許さん。魔法なんて呼び方もダメだ。そう言って怒った男がいてな。誰？科学部門の北条だ。偉大な科学者の仕事を引き継いだ凡人。劣等感の塊だ。さあ、行くぞ。